カサニマロどうも、カサにまろ、文系担当復帰の藤です。今日はですね、チリ B、人口これだけでマスターということでね、インプットアウトプットをバランスよくね、人口。どうも、カサにマロ文系担当復帰の藤です。今日はですね、チリ B、人口これだけでマスターということでね、インプットアウトプット両方ね、この動画だけで終わらせていきましょう。今までの動画はね、ぜひ再生リストからご覧ください。 そして今回もね、またこれからもちょっとずつね、散り出していこうと思うのでよろしくお願いします。ではやっていきましょう。まず最初なんですけども、皆さん今現在の世界の人口、そしてまあ日本の人口、どんなぐらいか知ってますかまず世界の人口なんですけども、今こんなにいるんですね。もう78億人もいます。もう2020のやつなんで、まあもうちょっとこれより増えてると思います。まあ今78億人程度いるって考えてもらったら大丈夫です。 まあ昨年に比べ2019年に比べ8000万人も増えているってことがわかります。ついでに日本の人口なんですけども1億2650万人です。まあこれはもう長い間ほとんど変わってないんですけども昨年に比べ40万人減っています。もう日本はどん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 これから人口減少していくっていうふうに言われてますけどもすでに人口減少しているってことがわかります。で現在ちなみになんですけども日本の人口何位かランキングしてますか世界ランク。 11位なんですねちなみに10位がメキシコそして12位がアフリカにあるエチオピアが12位になっていますそしてまあ一応なんですけども人口ランキングも一応押さえておきましょう1位が中国2位がインド3位がアメリカ、まあ、これはもうずーっと昔から変わらないんですけども昔というかもう20年ぐらいはほとんど変わらないんですけどもこの2位のインド 13.6億ということで、もうそろそろ本格的に中国、もう長い間1位に立ってますけども、抜かしそうだなということがわかります。4位はちなみにインドネシアなんですけども、このインドネシアもそろそろ3位のアメリカを抜かすんじゃないかっていうふうに言われています。ではやっていきましょう。まずここからどんどんバンバン出てくるとこです。まず人間の常住地域を何ていうか、カタカナで、そして非常住地域を何ていうか、皆さんご存知でしょうか。常住地域の方は、 エクメーネ、非地このアネクメーネの方が、ね、よく出てくるんで、ね、絶対こっちのアネクメーネの方長い方が住んでない方だよ住んでる方がエクメーネだよっていうふうに覚えていてくださいもう長い方が住んでないよって覚えてもらったら一番簡単かなというふうに思いますまあ簡単に言ったら砂漠であったり寒冷地域めちゃくちゃ寒い地域であったり鉱山地域などを言います そして、まあ、人口増減の要因日本人口減ってるって言いましたけど自然増加の他にもう1個増加の仕方がありますこれ皆さんご存知でしょうかそうですよね下にも書いてる通り社会増加というふうに言いますまず自然増加率はどういうことかって言ったらこれはもう単純ですよね出生率から死亡率なんか赤ちゃんが生まれるのから亡くなる方の,やつをあの割合を引いたら人口増加率になるよっていうことですね一方で社会増加率 これなかなか抜きがちですよね。普通人口が増えたって言ったら自然増加ばっかりを気にしがちですけども、社会増加というものもあります。これどういうことかって言ったら、流入率から流出率。要するに人が入ってくるのから人が出ていくのを引く。これが社会増加率っていうふうに言います。日本島国なんでね、なかなか社会増加率のことを聞くことはないんですけども、内陸国なんやったらね、すごいこっちの社会増加率で人口が大きく変わったりすることもあります。で、ちなみにこの辺パンパンって人口の話で言ってきましょう。 発展途上国などではなんとかだよ。これわかりますか人口爆発がしているよ。これまあよく聞き慣れていることだと思うんですけども人口がもう極端に増えていくっていうことですね。たくさんも赤ちゃんが生まれまくる。これを人口爆発っていうふうに言います。まあ東南アジアであったりアフリカなどでは今でも起こっていることです。一方西ヨーロッパではなんとか率が低下しています。これは、 出生率ですよね。先ほど書いたこの出生率。赤ちゃんが生まれるっていうことです。出生率が低下しているよっていうことですね。で後ほどまあ人口ピラミッドの話もするんですけども、人口ピラミッドもね、どん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 壺型であったり、まあ星型、氷炭型になっていってるってことですね。次、第2次世界大戦後、医学の発達により、なんとかの低下。これは死亡率の低下。そして、一人の女性が平均して何人の子供を産むかの使用は、なんとかなんとかって言われるよ。これ、たまにニュースとかでも聞きますよね。 合計特殊出生率というふうに言います。この辺ね、テストでもちょくちょく出るんでね、ぜひね、押さえておいてほしいというふうに思います。次、じゃあ、人口構成、人口ピラミッド、パパンと言っちゃいましょう。まず、人口構成です。0歳から14歳のことを何というか、そして15歳から64歳は何というか、65歳以上何というか、皆さんこれご存知ですかねぜひとも押さえておいてほしいです。まず、0歳から14歳、若い人は、年少人口というふうに言います。 年少人口が減ると少子化というふうに言われています。まあ僕たち自身、まあ多分見ている皆さんも、まあ、18歳とか、まあ、17、18、19歳あたりがすごい多いかなというふうに思うんですけども、皆さんの人口がもし減ったとしても、僕自身も21歳でまだまだ若いという気なんですけども、この人口が減っても別に少子化ではないんですね、実際に。この0歳から14歳の人口が減ると少子化ということになっています。一方で僕たち自身、15歳から64歳は 生産年齢人口これから日本を作っていくって人が生産できるんで生産年齢人口一方で65歳以上お年寄りの方は老年人口っていう風に言っていますちなみにこの老年人口が増えると高齢化になるよっていうことですねだから64歳が別に増えても高齢化とは言わないです65歳より上の人が増えると高齢化になりますで人口ピラミッドまあ簡単に たくさん生まれてたくさん死ぬのが富士山型たくさん生まれて少ない子供がピラミッド型とかいうこういう感じになってるんですけどもちょっと図で説明していきましょうこういう風になっていますいや「ふきのとう G 汚いで」っていうのはねちょっとだけ我慢してください吹きのとう G は汚いんですこれはちょっとね許してほしいと思いますではまず解説していきましょう、まあ、一番人口例えば先ほど言ったエチオピアとかこの富士山型ですねめちゃくちゃたくさん子供が生まれて 逆にこの上が年寄りの方ですよね。老年人口の方です。老年人口がめっちゃ少ない。かつ富士山なんで、ここキューってちょっと曲線を描いてるんですよね。ピラミッドはまっすぐですけども、曲線を描いている。これが富士山型。たくさん生まれてたくさん死ぬよ。だから平均寿命とかは短い国に多いのがこの富士山型です。一方でピラミッド型はこのまっすぐなやつですね。まっすぐなやつ。これは たくさん生まれて少なくなるということで、ピラミッド型というふうに言われています。ま一番これがまあ理想的な形になるのかもしれないですね。次、釣鐘型。なんかこれは釣鐘ってあんまりピンとこないと思うんですけども、例えばこの大晦日の鐘とかあるじゃないですか。あの鐘みたいなイメージです。釣鐘型。あとはなんか日本昔話とかに出てくるお山、山あるじゃないですか。マウンテンの山のお山に近いかなというふうな、こんな形が釣鐘型というふうに言います。小三少子 要するに、少なく生まれて、少なくなくなるということですね。これが釣り鐘型。で、もっともっと少子化が進行していくと、あこの矢印は少子化を表しています。少子化がどんどん進んでいくことに、こういう図になっていくよってことですね。で、まあ、最終形態、まあ、ほとんど最終形態が、この壺型って言われるやつです。人口減少型が壺型になっています。で、これですね、次行きましょう。こっちはまあ、はっきり言って有名です。中学校とかでも習いますけども、こっちの辺あんまならないですよね。 一応押さえておきましょう星型これどういうことかって言ったらこういうお餅焼きたてのお餅みたいな形なんが星型というふうに言われているやつですムンクの先みたいにここの曲線ここが曲線を描いてだから子供は多いんだけども生産年齢人口のこの若いあたりは少なくてまたこの辺のまあ30歳以上まあ30405060代あたりが多くて、まあ、老年人口もある程度多いよこういうのを星型というふうにいえます 一方で、この氷炭型ですね、日本に近いと言われているのが氷炭型なんですけれども、1985年頃は完全に日本、氷炭型だったんですけども、 今はね、もうこの氷炭がこの上にボコンって第2次ベビーブームは、まあ、70年代生まれの方、1970年代生まれの第2次ベビーブーム、そして1945年以降ですね、1945年からまあだいたい55年ぐらいまで、第1次ベビーブームの方のこのボコン、ボコンという2つのコブに支えられている氷炭型に日本は近いなというふうに言われています。これ、人工ピラミッド、これでも完璧ですかね。 最後その他ですパパってこの辺も押さ,えと押さえときましょう。高齢化社会では、老年人口の比率が何だよ。一方で、高齢社会は何%。高齢化よりも高齢社会の方が、これ同じ言葉ではなくて、高齢社会の方が老年人口比率が高いです。これいきますかね。老年人口比率が高齢化社会だと7%。一方で、高齢社会だと14%。高齢化。 長い方が7%。はっきり言って、老年人口7%のって全然多く感じないですよね。なんでかって言ったら、日本の今、老年人口比率は27.3%なんですよ。だからもう、この高齢社会って言われてるのが14%ですけども、これの倍ぐらいいってる。だから日本は超高齢社会というふうに現在は言われています。そして、これもよくテストに出てくるやつです。 1994年に開催された世界人口会議という会議があります。これはなんとか会議というふうに言われています。この場所ですね。会議があった場所。答えは、カイロ会議です。ここでは、リプロダクティブヘルスライツっていうのが提唱されました。どういうことかって言ったら、この妊娠についてであったり、まあ、性感染症,感染症についてであったり、やっぱりそういう 人の人権を守る、人がみんな健康的に生きれる権利っていうのを提唱したのが、この回路会議ということになっています。次、人口問題を最初に取り上げたのは、人口論を著したなんとかという人です。マルサスという人です。マルクスとたまに間違えられることがあるんですけども、マルクスは社会主義の人ですね。まあ、倫理政治とかによく出てくるんですけども、そっちがマルクス。 一方で、この地理で出てくる人口論を所したのはマルサスです。この違いに、ね、押さえておいてください。で、マルサス、どんなことを言ったかって言いますと、まあ、人口増加と食糧問題の関係を論じ、これ書かれたのが実際1800年ぐらいです。ちょうど1800年ぐらい。で、人口増加と食糧問題の関係を論じ、嘆いた。要するに、これから人口がどんどん増えていくにあたって、食糧問題、食料が足りなくなるよっていうことを嘆いたっていうのがマルサスです。 はい、今回ね、これで人口以上です。これで皆さんも人口ね、完璧だと思います。またね、今後の動画を見てほしいなというふうに思います。では、終わります。バイバーイ。